今日は飲んでないよ <laughs>。今日は飲んでないですよ。ゆうさん、お疲れ。ありがとう。りかさん、可愛い,い。ありがとう。しーいちさん、こりラックマありがとう。ディオさん、リラックマと、こりラックマと、黄色い鳥。ありがとう。明日頑張ってくる。めっちゃ楽しみ。よいしょ。 えねなんか喉がガラガラするってね大丈夫かな歌唱力も近いしね大事喉の調子大事ですよ今すごく明日見に行くんでよろしくおありがとうありがとうございます <laughs> 嬉しいありがとうたまってますやちりんさんコリラクマとリラクマありがとうのぶいちさんリラクマありがとう ねえ、いよいよです。嬉しい。こんばんは。明日ね楽しみめっちゃ。めちゃんこ楽しみ。くしがない。くしが欲しい。あれ？くしがないよ。 背が消えちゃった、はあうん、ありがとうニコライさんリラックマとコリラックマとキルトリありがとうこんばんは最善えそう最善なり行ってきたそうなんかねあのう弟のバレエを今日はみんなでなんかね 試合とかじゃな,かないんだけど普通に練習なんだけどちょっと見に行っててそれのあのちょっと岡山寄りだったんですよちょっと岡山寄りな位置にあったからその帰り道ではないけど寄り道ぐらいで西条稲荷によって今日は寄ってきました <laughs> 西条稲荷そう岡山 ね、よくね行ってたでもよく行ってたらしいけど行ってたもう最後に行ったのが幼稚園ぐらいで私も最上稲荷めっちゃ久々に行ったからそう初めは「最上稲荷」って聞いてもあんまりピンとこんかって「最上稲荷ってどんなところだっけ?」と思ってたけど行ったら「あここか!」って分かったうんゆずせんべいとか有名有名美味しいよねゆずせんべいゆずせんべい懐かしい。 来たた。ら思い出しましま幼稚園児の記憶が蘇ったね仕事を終わらせてえー来てほしい頑張ってねお仕事会いたい明日スーツで目の振ってる人がいたえっ <laughs> 楽しみにしとく見 <laughs> つけるねありがとうマンジャーモンスターさんハートありがとう直樹さんハートありがとうそう西城っていうの西城稲荷最上稲荷最上じゃんそう西城って読むんですよ西城稲荷っていうの 安住の運転ではなかったなまだ <laughs> まだ安住の運転ではいけなかった24さんリラックマありがとうこんばんはえそうお天気いいお天気でめっちゃ気持ちよかったよ最上な内気持ちよかったですそうそうそうめるのやつ結構大きいなねそう大きい大きいううん、うん。ゆず名物なんかなゆずせんべいが有名 あとも買って帰りましたそう,えそうあれはね下にある鳥居なんか下にあのメールで載せたやつはでっかいあのあなんだろうこの鳥居の写真はあれは神社に上がる神社が上にあるんですよちょっと階段登った上にあってそう上がるまでの商店街みたいな道を通って。 あの神社に上がるんですけどその商店街上がる手前にあるあの鳥居ですあのメールで送った石の鳥居はそう神社の下かなだから駐車場みたいなところにあるやつアルツテのあずみだよそうお姉ちゃんに撮ってもらったスノーさんリラックマありがとうバンダラモンスターさんだるまちゃんありがとうスノーさんコリラックマと黄色い鳥もありがとうこんばんは ゆずきちさんリラックマの風船ありがとう。しんいちさんハートありがとう。伏見稲荷あっ伏見稲荷もね有名だよね。ふゆぶ渕さんリラックマありがとう。こんばんはただいま。練習せんかった。<laughs> 今日え全然運転してないです。でも,もうそうおじいちゃんちとか次は今回はね運転しなかったけど。 免許取ったから次はおじいちゃん家まで車運転していくねって約束して帰ってきましたまだ近くのスーパーまでしか運転してないですくまぽんさんかわいいありがとうゆずせんべおいしいんですよゆずせんべおいしいの生姜のなんかね生姜のドライフルーツみたいなのも売ってて生姜の砂糖がままみれてるやつ あれも美味しくてあれも買ったあれも美味しい <laughs> 見たメールでお茶に合いそううんお茶に合うゆずせんべい甘いうん甘めのおせんべいでも甘すぎんよ砂糖かかってるけど甘すぎんこうちっちゃいこんぐらいのサイズなんよ一個がもうパクパク食べちゃうこんなのがいっぱい入っとるおせんべいゆずせんべい レアくんコリラクマありがとう黄色い鳥もありがとうリオさんピンクのあのリスさんありがとうこんばんはレアくリラクマありがとうマトベイさんコリラクマありがとうえ、行ってみて岡山にあるそう岡山です <laughs> 今日さ <laughs> なんか寝てたんよそう寝てて いや私の頭の中で分かったったよ岡山ってここがね尾 <laughs> 道とか尾道寄りのところにいたかいてそれの尾道の岡山寄りのところにいてそれの寄り道みたいなのでそのあの稲荷に行っ,行ったんだけどいや岡山って分かっとったよ分かっとったんだけど <laughs> そうあのお父さんとここってあれだよね山口県の 山口県だよねって <laughs> あ岡山って分かってたんだけどポロッと出た言葉ポロッと山口県だよねって言っちゃってお <laughs> 父さんに「はあ?」って <laughs> もう「それはそれはバ,バカよ」って言われた <laughs>「地理が地理が全然分かってないじゃん」ってってそう分かっとったんだけど山口真逆。 まさかの <laughs> 真逆すぎる <laughs> そう口で出た言葉と世 <laughs> けも地理が地理ダメダメだと思われたいや分かっとったよねもう頭の中ではねちゃんとね岡山ってこんばんはアドさん初見さん 京都に走見。え、伏見なりね。有名だよね。ねそう、こんばんは。くまねパパさんバラありがとう。ひげじりちゃん先生、黄色い鳥ありがとう。a d さん、初見さん、黄色い鳥ありがとうございます。マッケンさん、リラックマありがとう。こんばんは。そう。いくらでも食べれちゃう。ゆずせんべい。 <laughs> 真逆 <laughs> 山口そう口と頭が逆になっちゃった <laughs> こんばんは逆走線よ <laughs> 逆走線線 気をつける <laughs>。危なすぎる運転逆走は。ねえ、じゃ大人っぽい服装で着て、う、うれしい。<laughs> うれしい。最近多いかもね。ちょっと大人っぽい大人っぽい服装を最近よく着るようにしてるのもあるかもちょっと。これがね、このブラウスこの。 上の黒いやつ昨これがあこれちょっとお話書いてこれもこの前着てたやつだけどこにこれがこれねお母さんにね借りたんですよあったかいから着なと着ときなって言って借りて昨日も借りてて今日も寒かったから借りてそのまま着てる位置 でもあったかい地獄嵐さんえー、っとリラックマありがとうとっちゃん坊やさんリラックマとコリラックマありがとう放課後ホームルーム近づいて緊張してますね緊張してるね本当に緊張してる <laughs> 私は楽しみの方が大きいかなでも緊張もあるけどとっちゃん坊やさん黄色い鳥ありがとうきよぽんさんリラックマの風船ありがとう触覚えちょっと巻いた今日 ね、ど、どうがいいんだろう巻くのと巻かないのどっちがいいのかなって思ってまだ模索中です。え、みんなどっちがいいかな昨日も今日もちょっとここくるんって巻いてるけど。ストレートどうだろうでもちょっと巻いた方が可愛いのかなまだ模索中、この触覚ちゃんと。の日々は。ねえ、楽しみだね、でもホームルームね。ビスのこうあビスのあ アンケートのやつ、アンケートっていうかあのあれあれかなあのアンケートみたいなやつかなあメこうちゃんバラありがとういててそうさすが二十歳いやもうやっぱり大人っぽく二十歳なので <laughs> ちょっとずつ大人っぽくしていこうと思います。 立ち改革ねえ重なったりずです変わってない私は何も変わってないよ何も何一つも変わってないですよ私は何も変わってないですよちょっとイメチェンしただけ これ可愛いよねこのブラウスねかわいいよね、うん、お母さんもね同じぐらい身長ちょっと高いお母さん152とかお疲れ様ありがとうあっつんちゃんリラックマとゴリラックマと黄色い鳥ありがとうね少しまが高いかなあほんとどっちもいいじゃあいろんなのしよう 巻いたり巻かなかったり、メドが可愛い確かに。巻いたり巻かなかったり巻いたり巻かなかったりしよう。リオさん可愛いありがとうあビスアンケートあ出てたのかそっか今日出たのかんちょっと告知しよう。そうそうインタビュー載ってたあ見てくれてありがとう。可愛かったありがとう。<laughs> かった嬉しいありがとうロングブーツ買っとらんよ <laughs> 買いたい買いたい思ってたんだけど買ってないですねもう逃しちゃったロングブーツ買う冬を今年もショートブーツはね買ったんよショートブーツは買って,てショートブーツよく履いてるけどロングねあ来年かな <laughs> 冬だもんねもうね春だからちょっとこれからは暖かくなるからねちょっとサンダルサンダルっぽいの今あこれ可愛いなと思った靴はもうちょっとブーツは重たくなるからねそうなんよ終わっちゃったよ えちょっと見てみようね変わらないよ私は <laughs> 私は何歳になっても私は変わりませんよ <laughs> ねえ楽しみ放課後ホームルーム話そう。 でもいつものお話し会とちょっと違うじゃん先輩方も交えてのというか3人でお話だからちょっと緊張するねちょっと緊張します私初めて先初めて私のファンの方も来てくださるし初めての,あの先輩方のファンの方で初めてお会いする方もとお話もあるきっとねたくさんあると思う とお話するの <laughs> みんなはもうすごい心許してるからみんなとお話しするの緊張しないけど初めましての先輩方のファンの方ちょっと緊張するかもしれないそう岡山の最初になりそうそうそう森森さん風船のクマちゃんたちありがとう そば書いたそばビスのやつえ見てちょっと私まだ見てないやビスのやつちょっと見てみようとで広澄さんリラックマンありがとうまポンさん黄色い鳥ありがとうそばのか書いたかもそばのことそばのこと書きましたねこんばんは免許取ったよもうう免許取ったのそうこのそこ前 回っちゃうねロングブーツの時期ね呂越さん,んリラクマありがとうコリラクマもありがとう黄色い鳥もありがとううん中身変わらないよ <laughs> 変わらない私も変え方が分かんない中身の変え方は見た目は <laughs> 見た目はね、まあ、こうやってイメチェンとか髪型変えたりメイク変えたり服装変えたら変われるけど中身の変え方は私も分からないので。 多分変わらないと思う <laughs> 子供心は忘れず <laughs> 土日だったら参加あそっか平日だもんね火曜日かな火曜日かねぇそう楽しみだね現状のしか出るのあるべきになります なんで <laughs> なんで気になるの浮気するの <laughs> なんで気になるのおりなさいそう葵さんとアン,アンナさんうんうんシメコウさん黄色い鳥とコリラクマありがとうー確かに四国のお話 いいね、うんうん、四国の話そう四国のか課外活動でのほ放課後ホームルームだから今回確かに四国の話題するのめちゃめちゃありしたい四国の話 <laughs> 四国ネタありですねこんばんはー。 あいさんと誰一月コンビあ誕生日うんうんうん確かに誕生日一月コンビです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 ねちょっ伸びない <laughs> 伸びないよこんばんは隅に来たの取れておそう取れたのそうそうそうよかった無事無事一発合格できました免許 こんばんは。放課後ホームルーム初めて行きたいって、岡山山口って。<laughs> 気を付ける。<laughs> ありがとう。<laughs> 気を付けます。サンフレ、サンフレね、一二。一対二だったね、今日ね、ホームゲーム。一二だった。こ、前半。 あれだったね2点入って後半1点入ったけどって感じでしたねちょっとちゃんとハイライトまだ見れてない結果だけ見たので見てみよう,う,う悔しいね行きたいなサンフレも行きたいですねこんばんは あクジプラディ衣装当たったけどおしめん動画であずみんしてもいいえぜひぜひぜひしてください。あずみんして。めっちゃ嬉しい。<laughs> もう喜んで。ぜひぜひ。んごさん、リラックマとコリラックマとキルトリありがとう。うさん、リラックマとコリラックマとキルトリありがとう。めっちゃおいさんちそういうのあり。なしです。なし。<laughs> 絶対ダメ。話しちゃダメ。 単語を出していけません、その単語を。<laughs> あ、こんばんは。ね、四国ネタ、四国ネタ話そうや。こんばんは。ねえ、え、アンナさんと、おじさんと、こうやって。 ななんかなんかだろうゆっくりお話っていうかお仕事をゆっくりお,お,仕事お,仕事お話しするのも割とこうあんまりないのない機会なのでそれもちょっと楽しみ杏奈さんと阿部さんといっぱいお話しできたらいいな <laughs> できたらいいなと思ってます。仲良くなりたいです こんばんばはサンフレねえ、そうね。塩谷選手が、そうそう、後半。え、そうなんだ、ハイライト。え、見てみる。ありがとう。ねえ、次、次ですね。引きずらず。引きずらず。次、次って。次。勝てますように。あ、徳島県ポカリセットです。カリのあ、そうなんだ。え、ポカリね。 すごいあのや,やってみたいよポカリ飲料系の CM で一番やってみたいかもポカリの CM ねえ将棋はあのニュースで見た「こんばんは」「あとたともだからいろいろなされるといいねう」うんいろいろなしたいなあんなさん同級生だし仲良くない あ、ノルリック複合ですうーんそうなんだおやすみなさいおやすみおかえりなさいこんばんはリー,ドリードできるかな <laughs> リードできるかな <laughs> できるかな, <laughs> るかな不安でも懐かしいそう初めてのっていうか前回の放課後ホームルームがね千穂さんとだったんだよね 千穂ちゃんとのホームルームムル以来あの時は本当に入って入ってすぐのホームルームだったからめっちゃ緊張してたしめっちゃ懐かしいですめっちゃ緊張してても千穂さんについてい行ってました <laughs> 千穂さんについていってましたすごいでも 嬉しいあれちほあのホームルームで千穂さんとちょっとこうお話たくさんできたのでうれしかっためっちゃ「めおこうちゃん黄色い鳥ありがとう」こんばんは。 なんかね練習だから試合ではなかったよ今日練習みたいな感じ練習なんか初練習初初めての場所に行ったみたいな <laughs> 感じちょっと変わってたやつ試合はしてなかっただから明日朝配信うん朝配信のみになりそう明日も。 朝うんのみかな終わってからは遅いから明日朝のみかな6時45分にするいつもと同じ時間にしますねあメ目線で前どうだ だねという曲、あ、了解です、了解。確かに本名か。例の場です。例の場でしたね。<laughs> 懐かしいですね。お疲れ様です。うん、明日朝のみで。六時四十五分から。で。します。楽しみよしと。お茶を出すのに。<laughs> 嬉しい。そう、ちょっといたよ岡山に。 携帯です2人のうち話したよあそうなんだいっぱい話すいっぱい話すねそうこんばんはあ負けましたさんリラクマありがとうありがとう

じゃあ、できる限り頑張ってリードします。<laughs> できるかな。リード。七西さん。リラックマと。黄色い鳥。ありがとう。あ、あけましたさん、黄色い鳥もありがとう。あいなまさん。リラックマとコイラックマと黄色い鳥。ありがとう。<laughs> えー、めっちゃ楽しみ。なんか。 そうやっぱりイメチェンイメチェンっていうか髪型を少し変えたので髪型を少し変えてからのステージめっちゃ楽しみなんかね分かるかなこの感情 <laughs> なんかいつもと今までとは違う自分になっ,なってな,なってっていうかこう例えば前髪ちょっとでも前髪を切って一発目のステージとか。 なんか髪の毛ちょっとしこの前は触覚をあったやつ触覚切ったんだけどその前触覚作ってて一回切って今もうかちょっと別のやつを作ったんですよその触覚を切る時とかその自分のなんか自分に変化があった一発目のステージとかってなんかテンション上がるんですよねだからちょっと楽しみ <laughs> それもそれもあってそれも楽しみだしもう楽しみすごい楽しみねえかくなった嬉しい本当ありがとうかい <laughs> くなった嬉しいみんながかわいいって言ってくれるから多分かわいくなってるんだよ <laughs> みんなのかわいいのおかげです こんばんは。髪切って初めて学校に行来るな感じ。え、そう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 。そんな感じかも。こんなそんなそんな感覚ですね。あ、足しびれちゃった。足しびれちゃった。い出て出て,てて。足しびれちゃった。ねえ宮、みやかたねえ。 楽しみだなやっぱりストレートおろ,ろししたよねポニーテールはねポニーテールはもうできないので多分 <laughs> 短くなっちゃったからポニーテールかツインテールか足しびれちゃったあツインテールも可愛いでも。 でも、おろしですね痛てててててあ、足が足がしびれちゃった <laughs> くばぱンさんリラックマとコリラックマありがとう似合ってる確かにご性的ね、私も初めてやった この髪型ちょっと触覚太め多め長めあの前髪パッツンみたいなやつ前髪も重めみたいなやつ初めてやりました意外とありかもってちょっと思ってる意外とありかもしれないやいてよかった「昼休みさんコイラクマ」ありがとう <laughs> 足足ツンツンしないで汗がかいすぎて夜も7時間半しか寝れない <laughs> めっちゃしっかり寝てるやん過去1髪が短かったのってどれくらいのえー、どれくらいだろう過去1でしょでも、ね、こんぐらいの時あったよ肩肩上ぐらいの時ありましたね肩上ここかな一番短かったの ここかもしれん肩？肩ぐらい肩ぐらい一年前？二年前か二年前ぐらいに肩一回肩ぐらいに切りましたこんばんはポテツインてツインて見たい？<laughs> ええー、もっとしたいな ポニーテーテルえダメじゃないけど髪切ったから長さ的にまあでもできないことないかポニーテールねお弟にはあすみちゃん髪結んだ方がいいよって言われた <laughs> 今日 <laughs> 唐突にあすみちゃん髪結んだ方がいいって結んでって言われたけどゴム持ってなかったから結ばんかった え、ポニーテールいいのえー、そんなに言うんだったらポニーテールしようかなじゃあ。<laughs> ツインテールもしようかなみんなの期待に、要望に応えて。<laughs> 結んでる方が好きそうだね、衣装に合わせた髪型。うーん、だね。でも切ってすぐだから明日はおろしか シベエトパカすると治るよ治りません <laughs> 治りません <laughs> 弟が分かってるあ、そうなんだ <laughs> そうな弟が分かってるの <laughs> 一緒一緒ですか弟とこんばんはそうね、ポニタ派なのかな分かんない髪結んだ方がいいよって言われた そうあずみちゃんって呼ばれてるあずみちゃんってそう呼ばれてるその子の写真メールで送ってほしいああるかなめっちゃ顔幼いけど幼,くすぎ幼いっていうか顔全然違うんよね私2年前ぐらいの時と今顔がちょっと違うん めっ幼い幼い幼いんよめっちゃ,っちゃ2年前ちょっと載せる乗せそうだったら載せる <laughs> あのそんな変わってないから2、ね、年前どうだろうなんかねどっかの写真がめっちゃ幼くってどっかから急に顔の雰囲気がガ,ガラッて変わるんですよで今は、まあ、その時からまたちょっと痩せたから痩せてまた顔がちょっと変わった顔がってか口変わったというか 雰囲気が変わったシュってなった今そうまあでも,今も, <laughs> であ今,も <laughs> 今,今も幼い寄りではあるけど今もね今も幼い寄りではあるけど昔の方がうん幼い <laughs> 全然違うよね昔 <laughs> そうね私ちっちゃい時の写真もね顔全然違うしね家族の中で一番顔の変化がある。 年によって雰囲気が違うんですよねポニーって似合うかなポニー絶に待ってますえー、じゃあしようかな <laughs> じゃあしちゃおう今度ポニーってみんな好きなんだねあずねーじゃないあずねーじゃないねお姉ちゃんっていううんう1個上にお姉ちゃんいるけど。 一個上のお姉ちゃんのことも私は私も弟もお姉ちゃんって呼んでないあのまるちゃんって呼んでるみんなそんな感じですまるまるちゃんって呼んでる弟もあだ名が「くん」じゃないんですよ「なんとかくん」じゃなくてあだ名が「ちゃん」なんですあの <laughs> なな、ねな「なんとかちゃん」って感じだからみんな「ちゃん」だねみんな「ちゃん」って呼んで「なんとかちゃん」って 呼ばせてるが正解ま <laughs> あ確かに呼ばせてる呼ばせてるところもあるあずみちゃんって呼んでってこんばんはそうねえ翔太ね幼い頃ねちょっとでも探してみる探してまた送るねなんかあったらでもあるよあるそう だけのひな祭りどんなのですかえどんなのかなでもひな人形わかんないだ出さないけどあられみたいなのを食べるかもちらし寿司作ったりうん毎年そんな感じかな <laughs> 2年前のあんちゃん可愛かった2年前だと JS? J.K. だよ。二 <laughs> 年前 J.K. だよ私。ラスト J.K. ですよ二年前は。ヘリアスミさん黄色い鳥ありがとう。ね幼い動眼？私動眼かな？でも動眼だよね。うん動眼な方だと思う。 ノブイチさん。これロックマン、ありがとう。あ、巻き巻きおろしもやりたい。確かに。この髪型で巻き巻きおろし。したいです。あ、ニコライさん、レモンボースターありがとう。お帰りなさーい。 弟がアズミって呼ぶ日は五十五十弟が50歳になっても弟が80歳になってもアズミちゃんって呼ばせる今日のの雰気が大人って感じはすいのるのあっかなぁ服もあるかもねうん服の感じもあるかもしれん大人っぽい感じわかんないけど。 えどうなんだろうでも多いのかなちゃん呼びとかでもお姉ちゃんとかお兄ちゃんとか兄姉呼びが多いのかな一般的にどうなんだろうひなあられひなあられ食べるねうんひなあられ食べてる食べ,食べてるね毎年ひなあられタイ食べてるかもしれないひしもち ひしもつってなんだろう。ひしもつを食べんかも。うん。うこんばんは。はあ、ねえ、え台湾ね。対バ広島でやってよ。<laughs> 広島広島でまたしたい。で機会があったらいいな。<laughs> 頑張ってくく楽しんでくる明日めっちゃ楽しみ <laughs> ああ兄やね対話的には家の中なら兄ちゃんねちゃそうだよねあ姉貴呼び姉貴か姉貴はちょっと嫌だな姉貴呼び姉貴って言われたら <laughs> なんか姉貴 <laughs> あずみちゃんと呼びなさい いうかも <laughs> 急に「姉貴」って呼ばれたらうんあ一緒自分の家族まで見ちゃダね,ねあ女同士確かに上の「おね女女男」っていうか「姉やね男」だからあれかもね うん、それあるかもしれないお兄ちゃんに鍛えるとお酒慣れてきたお酒慣れてきた <laughs> だいぶ慣れてきたよ私強いかもしれん <laughs> 私強いかもしれんお酒全然強いってかそれなりに飲めるうん あの割と割とそれなりに飲めそうですねいろいろ飲んでみて「おかえりなさい」「ねえ待ってる明日」「会いたい待ってるよ」 のキャラいやだそのキャラは嫌だな <laughs> そのキャラそのキャラはすごい嫌だけど <laughs> って言うてもそんな飲んでないあのね何だろう量を飲むというより種類的に割と飲めるかもって感じ量はそんなにめ,めちゃくちゃ飲んではないまだ一気飲みなんかしてないですよ危ないしっちゃいけんよみんな一気飲みなんか危な ややってない。それはさすがに。そんな危ないことはしてないですけど。そう。潰されたい <laughs> つ。潰されたい。やだ。エム。エムすぎる。潰されたい。ね、明日楽しみだね。明日楽しみ。これね、あれなんよ。ドアで挟んじゃったの。 今日ドアドア閉めようと思ったらドアでバチンって挟んじゃって痛かった傷が出ちゃった毛がいちゃったこんばんは日本酒日本酒はね飲めた焼酎は飲めないあのちょっとちょうだいって言ってグビッてやったけどキャーってなったハー <laughs> ってなりました <laughs> 焼酎はさすがに飲めんかなちょっと苦い大人すぎました味がね日本酒は いっぱいいっぱいは飲めないけどあのちょっとだけほんとこんぐらいおちょこみたいなのちょっとだけあじゃあいっぱい乾杯クピぐらいなら飲める <laughs> 飲めたでものによるけどね私が飲んだやつは多分そんなにあんまり強くないやつだと思う うん焼酎かな飲めなかったこれは飲めないわって思った思ったのは宮本浩一さんリラックマとコリラックマありがとう黄色い鳥もありがとうワインはねちょっとだけ飲んだけど多分いっぱいはまだ飲めれんけど おおって感じでした。<laughs> おお。って感じ。でも美味しかった。瓶 <laughs> のまま飲みません。瓶 <laughs> のまま飲みません。そう、いろんなのをちょっとずつ、お母さんとかにもらい、もらって飲んだって感じかな。 あ、わがの写真めっちゃ良かった。え、嬉しい振り袖のありがとう。あれ、いいよね、あの写真ね。私も好きです。なんかさ、ボア、ボアビールボア、ボアなんとかっていうのがさ、今、売られてるよね。販売されてるくないあれ。CM とかでもやってる。ボア、炭酸で割るやつ。あれめっちゃ気になるけど、どんなのなんだろうって思ってる。ボア、ボアなんとか。 ちょっとずつビアビアだ <laughs> ボアじゃないビアホールかねえあれ熊野パパさんバラありがとう なんだやっぱり陽気になるんかって <laughs> わかんない <laughs> なんかねそ,そこまで飲んでないから陽気な感覚がまだ全然わかんないです酔っ払ったとかもわかんない陽気な感覚も全然わかんない それなと方にワンカップ飲んでてるだけいやーせんないかなさすがにそれはワ <laughs> ンカップってなんだっけあれはのど同様酒なんだろう。ねえ一緒にこの辺上部しとるしてません <laughs> してません すみませんあ日本酒なんだねえこんばんはね <laughs> やだ酒キャラは <laughs> やだやだ嫌 <laughs> ですよそんなキャラクターにしないでください <laughs> うんおちゃらけるかも分からんおちゃらけるおちゃらけるかもずっと笑ってあの人にくっつきたくなるんです私眠たくなったら人にくっつきたくなるから多分 あの絡み出す <laughs> <こ> <laughs> 絡み出す気がする分からんけど <laughs> 眠たくなったらねこうくっつきたくなるんですむかこれはねむ昔からそうだからくっ <laughs> つきたくなる <laughs> そう 人にくっつくの好きなんです。普段からね。絡まれない <laughs>。くっつけたくなる。だから、そう。なんか、結構、これはあの普段からね。普段からこう人人とこう人にこう接触するのが。 割と接着,接着するのが好きなタイプの人間なので仲良くくなっって人にくっつきたいんですよだからでも仲良くならないとさ人に,はく人にくっつけないので <laughs> いやそれは当たり前なんだけど <laughs> 仲良くならないと人に接着そうひっ,くひっついたりできないさすがにしちゃいけないっていううな。 いやなんか嫌な人だっているじゃんくっつかれるのが。そうもういるし急にねギュってなってもえっってなっちゃうから仲良くなってこうなんか自分もこうなんかそれなりに距離が近づいたらそう接,着着接着密着接着密着したいんですけどだからたまに先輩 先輩の腕をつかみたくなる瞬間がすっごい訪れるけど掴めない <laughs> すごい先輩にギュってしたいあしたいなーってすごい衝動だけがやってきて <laughs> なんかでもまだそのくっついてもいいのかわからないからギュって ついにくっつけたくなるけどくっついてもいいのかわからないからあくっつきたいなって気持ちだけを胸に抱えて抑え込んでますだからなんかこうみほりんさん私ねみほりんさん見てるとで、ね、すごいくっつきたくなるんですよみほりんさん <laughs> でこの前は ちょみほりんかさんとなんか帰るタイミングが一緒でみほりんさんがお話か会の時かなあの水色の上着みたいなのを着はってたんですよ。であ水色の上着可愛い色だと思ってみほりんさんがこう寄ってこう来てくださったのでみほりんさんそれはちょっとみほりんさんのうそのあのしゃ腕をね あの腕っていうかみほりんさんが着てる服をこう「あすごい敵綺麗な色ですね」って言いながら触るふりしてちょっと腕にギュッてやっちゃったひ <laughs> そ<密>かに <laughs> やりたくて, <laughs> や,りたくて <laughs> やりたくてギュッてやったらあのソラハさんが来られました <laughs> そうあっくっついてるところソラハさんに見られちゃったあ <laughs> あ見られちゃった。 <laughs> でもソラハさんはちょっともうギュッてくっつけるかもうんソラハさんには結構ギュッてくっつけるくっつきたい時にそう作詞 <laughs> そうみほりんさんうんそうだよね <laughs> たくさんくっつきたい でも結構みんなくっつきたくなるなんかくっつくの好きなんですよねそうなんかこう昔から友達と2人で並んで歩く時も自然と腕組んじゃう <laughs> 友達の腕組むかこう手をこう絡めちゃうこうやって <laughs> 落ち着くんよねなんかこう人のぬくもりって人のぬくもりって落ち着くんよ そう。から。落ち着くから。こうなんか、密着したくなるんです。浮気現場。浮気現場。浮気現場じゃないけど、浮気現場だった、あれは。浮気現場。 <laughs> そう昔からかなうんなんかこふふれ触れたくなる <laughs> えそう写真についてえそうそうこじさんもあのリプをくださっててすごく返したいけど。 お返事したいけど返事なんかちっともいいの嬉うれしかったそらはさんのリツイートとあゆこじさんのリプがめちゃめちゃこんばんはそう恋人つなぎえ握手会恋人つなぎいいよしようや恋人つなぎ背 <laughs> 高いと女子の近くにいたいえうんあ仲いい子みんな背高い そうなんか同じ年同じ身長ぐらいの子もだから身長はあんまり関係なくだけどでも自然とこう背が高い子にこうすり寄って背が高い子にギュッてしたくなるんです <laughs> そうだから美穂さんとの身長感とかすごい不意にギュッてしたくなんかこうギュッてしたくなる <laughs> 確かに友達背高い子多いですね <laughs> そうくっつくの好きおかえりなさい。 本命の先輩は誰もうね分かんないみんな好きだもん先輩 <laughs> 先輩みんな好きなんですよ本命の先輩っていうもう絶対に多分一一生かけて悩む質問ですそれ <laughs> 先輩一番好きな先輩はって一番なんて決められないみんなが一番 <laughs> だってみんな好きだもん 一番って決められん決められぐらいめっちゃみんな先輩方大好き私うん DDDD かも <laughs> そう困っちゃいますだから一番好きな先輩はって質問みんな好きなんですよね でしょわかるでしょわかるよね私もみんなの気持ちすっごくわかるだから <laughs> いや気持ちすっごくわかるよみんな魅力えー、そう私すごい優しいしもうん、かわいいし綺麗だしめっちゃ優しいんですよ優しくて暖かいんですすごく許されたいや許してない。<laughs> 許してないけど承認してないけどわかるよその気持ち <laughs> 共感はするだがしかし承諾はしない <laughs> そう本当に知れば知るほど好きになる先輩のことなんか先輩を知れば知るほどというか同じ空間を一緒に共にすればするほど あ、好きだなって思う <laughs>。すごいね、思います。こんばんは。ね、もうだから。生誕祭とか。より好きになるかな、私。先輩のこと。生誕祭。 でよりうん好きになります <laughs> もうみんな大好きですねえ生誕祭めっちゃ素敵だよねあれね本当にね <laughs> 本当に素敵だと思う生誕祭あれもう本当に 本当に素敵だよ。ね。きっかけにもなるし、より大好きにもなるもん。こんばんは。そう魅力的。あ、歌手力化粧頑張って。おありがとうございます。頑張る。<laughs> 頑張るね。ありがとうございます。同じ気持ち。出すよね。 出す,よ出す出すよえ自分の生誕だあっかなどうだろうでもね確かに昇格して生誕祭生誕祭ねしたいですしたいですねみんなに。 特別だもんね生誕祭って美穂さんと一緒に撮ったシーンあ持ってるよ持ってる持ってる生誕祭あくじ解消ルーム推しの三大きっかけよね <laughs> 確かに <laughs> 確かに確かに <laughs> うんそうセンター端確かにファンの方のそのなんで生誕祭のメンされる誕生日メンバーさんの そう思いとかその人の全てがのなんだろうのなん,なんていうのファンの方もその生誕されるメンバーさんもファンの方もなんかこのめっちゃ思いが詰まってる時間だもんね生誕祭って。ね。 みんなの思いが詰まってそれまでの MC とかもさなんかそのメンバーさんその生誕されるメンバーさんのにまつわる話というか思い出話とかが MC も中心になるじゃんそういうのもさそのそれぞれによってなんかそのちょっと色合いが変わるもんね生誕祭ってね。 そのメンバーさんのカラーというかによって色合いがこうそれぞれに変わっていくからそれも素敵だなって思うすごい生誕祭生誕 <laughs> <探>祭生誕 <laughs> <探>祭 <laughs> 私の滑舌が生 <laughs> 誕祭こんばんはねみんなで。 みんなでこう楽しみ,だな私もみんなで,みんなでせ生誕祭自分の初めての生誕祭生誕祭 <laughs> 難しいずっと言ってたら <laughs> 生誕祭自分の初めての生誕祭をできる日が楽しみめっちゃ。 え涙なしや本当ね感動するうん個性出るしねいい話が出ると確かに確かに確かに人柄見えてくるよねこんばんは 楽しみだね <laughs> 来年の21歳の誕生日はまでに昇格して21歳の誕生日みんなと生誕祭できたらいいな頑張る昇格できるようにねあ会社あまだそうお仕事してたのそうなんだ えー、頑張って頑張れー <laughs> 頑張れー。明日からで、ね、また平日始まるけん頑張ろうねみんな頑張ろうね安住の生誕祭フラストに一生日かたい <laughs> 最悪だよ一生日 <laughs> もうどんな <laughs> どんなどんなだと思われちゃう私の一,一生瓶っても <laughs> アズミンの生誕祭一生瓶はちょっと、ちょっと <laughs>、ちょっと嫌だな <laughs>。ね。 頑張る昇格できるように頑張りますタッチでも今日もあっねおみくじしたんよその西条稲荷っておみくじしてやっぱりなんかこう結構おみくじに書いてあったことなんか こう物事をね思慮深く生きるといいですいく生きるといいですよって書いてあって思慮深く思慮深く調べたいい意味をなんかこう行き当たりばったりじゃなくってちゃんとゴールを見据えて物事をよく考える <laughs> ああと思ってそう私そうな確かに行き当たりばったりっていうかうん 深くね確かにそういうところあったりするうんしてたから今までなんかまあでも「なんとかなるさ!」みたいな <laughs> 気持ちって多分大事まあ大事なのは大事なんかもしれんけど確かになと思ってね一個ずつなんだろうきちんと。 考えなながらじゃないけどなんかうんうんもう少しこうその多分いい部分でもあるから「あのそうなんとかなるさ!」みたいないや「いやまあとにかくやってやるぞ!」みたいな精神もいい部分ではあるからその精神はそう。 まあ忘れずにでもうん今まで何かこう何でもかんでもそうではねうんうん多分いけないからねやっぱり夢を叶えたいこといっぱいあるから叶えたい夢に向かっていろいろ考えながら。 考えながらも考えと上で大丈夫なんとかなるさあの精神で突き進んでいこうかなって思いました今年一年うんちょっとつもうしんタイプちょっとつもうしんタイプ多分なぜんちゃんも好き本当 <laughs> そう でもまあまあ頑張ります。私らしく。そう。どうしてもね、やっぱり。まあでも自分のペースというか、自分は自分っていうのを忘れずに、頑張りたいなとは思います。これから先もずっと。自分は自分。自分のペースで。っていうのも。 うん多分大事だから分 <laughs> かんないそ <laughs> うでうんよく考えるちょっとつぼしになろうかよく考えるイノシシになろうかな私さ2023年よく考える <laughs> よ,いくよく考えるイノシシ <laughs> 私よく考えるイノシシになります2023年 <laughs> あ記念コンサート申し込みますあありがとうございます嬉しいありがとう <laughs> 神社一番奥にあるあそうなんだえ私じゃあ今日行ったのは神社かな えどうなんだ確かにお寺え、間違えてたえどうなんだろう奥まででも歩いたからあれは神社までたどりつけたのか KTK さんリラックマありがとう <laughs> ありがとううーんよく考えるイノシシよく考えるイノシシでそうだね私は私で 自分のペースで、うん。頑張る。あ傘の写真めっちゃいいありがとうあれいいよねあの写真ね赤い傘でかわいいよねそうだね全部を汁深く吸ったよ確かにうんうんもね確かにうんも大事もういっぱい引き寄せてうん <laughs> も全部味方につけて よく考えるイノシシで突き進んでいきます2023 <laughs> おみくじいいよねおみくじ引くの好きですなんかあこうやって頑張ろうっていうのがすごい明確になるというかちょっと充電がない,いね頑張りますよろしくね これからもずっとずっとみんなでみんなで叶えたいですいろんな夢をこんばんはあずまジンジャーエール好きそうえっジンジャーエール好きだよジンジャーエール好きよ <laughs> なんで唐突にジンジャーエール大好きです私炭酸の中で一番ジンジャーエール好き ね、よろしくお願いします。<laughs> 二人三脚で、二人三脚、なん、なん、何十人何脚。<laughs> よく言ってるやつ。何十人何十脚で。<laughs> 何十人何十脚でやりましょう。みんなで。 から合わせてこれからも接着接着タイプで <laughs> 接着大好きなので確かに接着密着でいきましょう接着密着 <laughs> 接着密着タイプあ神社から神社エールそういうことねダジャレだった神社エール好きですね神社エール大好きだよ ジジンャエール、おいしいよねジンジャーエールね継続開発してから何やもんね確かに大事ね継続すること頑張るめっちゃくちゃくちゃくあそういうのあるのジンジャエールっていう商品があるの えー、それはジンジャーエールとは違うジンジャーエールすごい。生姜、うん、生姜、嫌いじゃないかも。生姜嫌いじゃないかもしれん。<laughs> よし、じゃあ、男女読もうかにゃん。にゃんにゃんにゃん。男女読もうかにゃん。明日は6時45分ですね。朝配信です。男女読みます。 十三位、か三十七さん。ありがとうございます。十二ナなおさん。ありがとうございます。十一位、あいだまさん。ありがとうございます。十位ディオさん。ありがとうございます。九位、ユうさん。ありがとうございます。八位、とっちゃんぼやさん。ありがとうございます。七位、くまねパパさん。ありがとうございます。六位、昼休みさん。ありがとうございます。五位、くまぽんさん。ありがとうございます。四位。

<laughs> できたじゃーんありがとうございましたありがとね頑張ろうね月曜日明日明日から平日一週間頑張りましょう一緒にありがとうございましたありがとう明日 頑張ってくるです。また明日の朝話そう。ありがとね。頑張ろうね、一緒に。待ってます。明日も。ありがとう。 ありがとうねありがとうございました配信ではねーねーあずみんで終わりますせーのって言ったらねーねーあずみんって言ってください行きますせーのなーにーありがとうございました バイバーイ。おやすみなさーい。バイバーイ。